はい、皆さんこんにちは。大正大学の三浦と申します。この授業ではですね、新田義貞について取り上げたいと思います。新田義貞は元寇3年、5月8日、上野国で、挙兵しまして、その後ですね、鎌倉へ進軍し、ついにですね、150年以上続いた鎌倉幕府を、滅亡させました。こういう、華々しい、活躍をした、義貞でしたが、その後についてはですね、ライバルとされる足利尊氏、そして、新たな主君となる、後醍醐天皇と、この2人との、関係の中でですね、波乱に満ちた、人生を送ることになります。この授業ではですね、その、政治過程についてですね、最近の研究を、取り入れながらですね、見ていくということをやってみたいと思います。具体的には、なぜ彼が、戦い続けたのかとか、何を目指していたのかという点について、見ていくということをやってみたいと思います。どうぞよろしくお願いします。